白髪が増える行動習慣っていうことなんですけど、まあね、これをやったら白髪が増えるっていうこれっていうのものはね、なかなかないんですが、やっぱりお客様見てると、やっぱ過度なストレスを感じる場合は白い毛が増えたり、あと疲労ですよね。疲労状態がある程度続く。例えばやっぱり多いのはやっぱり子育てとか出産からのその産後っていう時にパッとこう髪白い毛が増えるっていうパターンが多いです。あとね、男性だと職場での環境、特にこれはね、僕の偏見かもしれないですけど、なんだろうな、やっぱある程度自分より年上の人、結構その白髪世代の人が多い環境にいる人はなんかね、白髪出てくるの早いなっていう気がします。若くてもなんか老け込んでる感じ、それは見た目もそうですし、まあそうなってるとね、だんだん自然に中身もそうなってきちゃうのかもしれないですけど、やっぱそれに伴ってね、髪もなんかね変化してくるような気がするので、ちょっとその辺を当てはまる方はなんかね、ストレス発散したりとか、まあワクワクするような環境を作る、しっかり作ってあげることが大事かなと思います。